yourself.彼は仕事終わり、帰路を急ぐタイミング、電車の中社会人、舌打ちするオフィスレイディ、ジジが貧乏ゆすり、六本木向かうパリピ、スマホ依存の時期と彼氏、考える明日行けば休み、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 休日何しようか、ダラダラ過ごそうか、アクティブに過ごそうか、とかく明日行けば休み、明日行けば休み、彼と彼も休み、彼は休みないが実は俺も朝で休み、気分はまるでアルジン、明日忙しらしけれど全然頑張れるし、だって明日行けば休み、別に悪気はない、全然間違ってない、映画それかショッピング、オンとオフ切り替え大事、まるでバキキツネがタヌキだけど土日結局作詞するか、渋谷あたりライブするかライブ配信、仕事帰り連絡くれたダッチと飲むは新宿歌舞伎、やつが頼むビルに刺身、横の席の女のブームは健康サプリ、それとダイエットだけどテーブルのべこカロリー、先輩の月アダルソしてる男隔離してるあくび、学生の頃からモテるぜ、金曜日だと思ってたら木曜日だと気づいた時は死にたくなるし、それでも一日終えれば明日行けば休み、導き出された結果がこの理論、でも土日も働く人には意味ないもの、本当に皆様お疲れ様、この言葉に尽きるが、でも俺は明日行けば休み、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 休日何しようか、ダラダラ過ごそうか、アクティブに過ごそうか、とかく明日行けば休み、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 休日何しようか、ダラダラ過ごそうか、アクティブに過ごそうか、とかく明日行けば休み。